ブロイベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に属すし、ブロイベルクは、オーデンバルト北部に位置する。ブロイベルクは、北は、グロースウムシュタット及びメムリンゲン、東は、オーベルンブルクアムマイン、南は、リュッツェルバッハ、西は、ヘイヒストイムオーデンバルトと境を接する。この地は、ハインシュタット区、ノイシュタット区、ライブライテンバッハク、ザントバッハク、 ローゼンバッハク、バルイコールアモールバッハクからなる。ブロイベルクの市議会は31議席からなる。紋章は、金の束がついた銀の剣で、左右に分割されている。向かって、左は青字に、金のしべがある銀のバラ。向かって、右は赤字に6つの突起を持つ銀の星。剣は、かつてのノイシュタット氏が有していた市場の開催剣。 ヒいてはその間の平和を象徴している。バラは、ベルトハイ向けの紋章、生は、エアバハ家の紋章から取られた。かつてのノイシュタット氏の紋章には赤いシベのバラが描かれていた。死の旗は三色旗で、赤から白から青で、旗の上半分には、紋章が描かれている。ノイシュタット区は、ノイシュタットという名前を持つドイツ、オーストリア、ハンガリー、チェコ。 ポーランド、スロバキア36の市町村で構成される国際的な都市友好組織、ノイシュタ・ドイニューロッパに加盟している。ブロイベルク城ブロイベルク城はドイツに現存する城塞のうち最も保存状態が良いものの一つに数えられる。12世紀に、いわゆるケルンブルクとして建設された。14世紀以降、城塞は 拡張を続け、現在では850年間の建築様式の変遷をたどることができる。1446年にベルトハイム博ビルヘルムは、カッツェン・エルン・ボーゲン博フィリップに、ブロイベルク城を含む所領を2400グルデンで売却した。この城はたびたび損傷を受けたが取り壊されることなく、利用され続けた。このことは、 その保存状態の良さから明らかである。この城は、ヘッセン州所有の建物であり、ユースホステルと博物館に利用されている。ハインシュタットの採石場、ミュムリング側の渓谷に位置する。ハインシュタット区には、古い採石場があり、オーデンバルト東半道公会によって、クライミング施設が設けられた。さらにロープで安全を確保した、東半路もある。 オーデンバルト東半島公会がこの保全を行っている。ミュムリング川の草地沿いにあるザントシュタイン彫刻公園には彫刻家、ペーターヘル、ザビーネ・バグナー、イゾルデ・シュタップ、カーリニ・エーバート、マリアンネ・バグナー、パウル・アウグスト・バグナー、ハインツ・マックによって作られた。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。